テオドール・ホフマン提督の肖像画、テオドール・ホフマンは、ドイツ民主共和国の海軍軍人、国防省、国家人民軍司令官。1935年、ビスマール軍グステフェルに生まれた。ホフマンは1949年から51年までは、農場で働き、1951年から52年は、専任で、ビオニール団の指導者を務めた。1952年、 彼は海上警察の水兵となった。彼はシュトラールズンとの海上人民警察士官学校に通い、そして1956年にドイツ社会主義統一党に入党した。1959年から彼は巨来高測艇の指揮官を務めた。1960年から1963年まで彼はソ連の英英グレチコソビエト連邦減衰。 名称海軍アカデミーに学び、外交、軍事経済の研究を終了させた。その後は、人民海軍第六艦隊において、各司令官の養殖を占めた。1971年から74年まで、彼は、中佐の階級で、第六艦隊司令官を務めた。その後、人民海軍司令部の作戦担当、副参謀総長に任命された。1985年、 彼は人民海軍副司令官兼参謀総長となった。1987年、彼は海軍中将の階級で人民海軍司令官兼国防次官に任命されることとなった。ベルリンの壁崩壊直後の1989年11月18日から1990年4月23日まで、彼は海軍大将の階級でハインツ・ケスラーの後任として、 暫定的に国防省を務めた。その後は、1990年9月24日に、定年前退職となるまで、国家人民軍司令官を務めた。このポストは新国防省ライナー・エッペルマンにより、特別に彼のためだけに、過渡期において新設された役職であった。2012年から、国家人民軍及び、ドイツ民主共和国国境警備隊の、 大役軍人会会長を務めた。2018年11月1日に、ベルリンの病院にて死去。83歳没。DDR、パリティッカー等、エクスミニスター・ホフ,フマン・シュティアブット・イン・クリニック。タグ24、https、www、タグ24で、ナハリヒテン、ベルリン DDR、パリティッカー、エクス、ベルタイ・リグンスミニスター・テオドール・ホフマン等、 インクリニックがシトロベンバマイナス84万9 3三百2 0 1 8年11月5日閲覧。ありがとうございます。